スウェーデンの交通事業者一覧は、スウェーデンの交通に関係する事業者の一覧。事業者の並び順は、基本的に事業者名のアルファベット順とする。スウェーデンの鉄道は、王立鉄道委員会が直接運営を行う、国営鉄道であったが、1988年に、産業省所管の線路管理局が発足して、王立鉄道委員会から、 国鉄線の線路保有管理事業が分離された後、1990年代以降、段階的に国有企業による分割が進められた。このうち列車運行事業については2つの国有企業に分割され、バンバーケットが保有する国鉄線上での列車運行を行っている。このか駅舎管理を、ジャーンハソン AB、駅構内営業及び列車清掃事業を、 トラフィケア AB の両国有企業が所管している。スウェーデンの公営交通は県もしくはランスティングが単独化、県内の各市と共同で株式を所有する株式会社の形態をとっており、スウェーデンの地方交通で大きな役割を果たしている。一般名称としてはレーンストラフィークもしくはロカールトラフィークと呼ばれ、名称の中にその故障を含んでいる場合もある。 公営交通以外で路線バスを運営している主な会社。その多くは国や地方自治体と資本関係がない純然たる株式会社である。ここに掲げる会社以外にも多数の小規模な観光バス会社があり、その多くは地方に根差した中小企業である傾向が強い。ありがとうございます。